ブリにワールドシリーズを制覇したドジャースの優勝パレードと特別祝賀会が1日、日本時間2日にロサンゼルス市内で行われ、大谷翔平、30、は妻のまみこさん、27、と愛犬、デコピン、とともに2階建てのバスに乗り込み、沿道を埋めたファンの歓声に応えた。続いて満員のドジャースタジアムで行われた特別祝賀会では、流ちょうな英語でスピーチ。 米メディアは、珍しく英語で発言、とその様子を取り上げた。映像、これが左肩を醜っ打球した大谷の衝撃シーン。ロスアンゼルス死刑初の情報として約22万人ともされる大群衆がドジャースの世界一を祝福した。ナインや家族が天井がオープンになった7台の特別仕様の2階建てバスに乗り込み、 視聴者前から1.6キロの距離を約45分間かけてパレードした。レッツゴー、ドジャース。マイクを使って女性アナウンサーが盛り上げると、ファンも一緒になって、レッツゴー、ドジャース、と大合唱で答えた。前回ワールドシリーズを制覇した2020年は、新型コロナ禍で行われなかったため、優勝パレードは1988年以来、実に36年ぶり。 ファンが爆発するのも無理はない。大谷は妻のマミコさんと愛犬のデコピンを抱えて乗り込んだ。ワールドシリーズ制覇記念の白いキャップを後ろ向きにかぶり、黒の銅記念 T シャツにデニムを履いて、ファンの歓声に終始、笑顔で手を振って応えた。チームメートは葉巻を吸い、ビールをラッパ飲みしていた。大谷はパレードの途中で地元局、スポーツネットら、のインタビューをバスの上で受けた。 壮観ですし、こんなに人がいると思っていなかったのでちょっと圧倒されています。そして、1年目からこうやって応援してもらって受け入れてもらって感謝していますし、最高の結果をチームとして出せて素晴らしい1年だったなと思います、と答えた。キケ・ヘルナンデスは上半身裸でバスに乗り込み遠藤のファンを先導していた。あなたはキケみたいに脱がないのとインタビュアーに突っ込まれると、英語で、ノー。 ネバー絶対にないと笑顔で返した同じバスに乗っていた盟友の手をスカーヘルなんですから「翔平んかやれよ」と「いじられたがへへへ」と笑いでごまかして何もパフォーマンスは見せなかったパレードを終えた大谷ら全9はそのままドジャースタジアムに移動して満員のファンに迎えられて特別祝賀会を行った ロスを代表する超有名ラッパーのアイスキューブが歌うラップミュージックに合わせて、デーブ・ロバーツ監督が登場してダンスした。選手が1人ずつ花道を通って登場、大谷が走って舞台に登場すると、ひときわ大きな歓声が巻き起こった。ワールドシリーズの第2戦で盗塁を試みた際に左肩をあだっきゅうしながらも、一番 DH で出場を続けた不屈の魂を称えたのだ。 ワールドシリーズの第一戦で逆転さよなら満塁本塁打を放つなど、4試合連続本塁打の活躍で大会 MVP となったフレディ・フリーマンも、足首の捻挫と肋骨の骨折を乗り越えてプレーした。君たちのためにフィールドに立つためにできる限りのことをしたよ。そしてチャンピオンシップを手に入れた。怪我を乗り越えて、プレーしてよかったと思う。来年ま